自分はイラストレーターを目指しているのですが、昔の絵を人にされて絵がコンプレックスになってしまって、みんなの評価が気になってしまってキャパオーバーしてしまうのですが、どうしたらいいでしょうか。ん、否定された時に誰に否定されたかによるか。例えば絵描いてない友達とかに言われたんだったら、まあ別に素人の言ったことだし気にしなくていいと思う。てかキャパオーバーになってんのにイラストレーター目指すってどういうこと。もうちょっと詳しく聞きたいんだ。どういう状況でキャパオーバーなの。絵は描けてんの、周りを気にしてしまう感じなんですか。まあでもぶっちゃけ周りが気になってしょうがないのがイラストレーターというかクリエイターじゃないですか。自分が作ったものに対しての評価見てにちゃーってすんのがクリエイターじゃないのだよな。で、批判的なやつ見たら、なんだてめえこの野郎っていうのがいいんじゃない、メンタル的に。だってめえこいつ。絵をかけているのですが、僕より上手い人にあれこれしろと言われます。あ、縁切った方がいいそれ。上手い人ってあれこれ言わねえから。上手くねえよそいつ。多分君が上手いと思ってるだけ。君とそいつだけ上手いと思ってるだけ。他の人は上手いと思ってない。上手くない、そいつは。間違いない。だから、縁切りましょう。その人とは。話しかけんな下手くそって言ったらもう俺がお墨付き与えてあげるから、ね、下手くそは黙っててください。それでいいんじゃない。うるせえ黙ってる。いやもうその手のやつで上手いやつ聞いたことないから、多分上手くない。縁切った方がいい。今切れ縁。もう LINE ブロックしろ。ディスコードも削除しろ。 Twitter もフォロー切れ。ブロックしろ。リアルの友達でもいいよ全然。もうリアルで話しかけてきたら息くせえから話しかけんなって言う。それでいいよ。今切れ。今縁切れ。早く早くしろ。今がチャンス。もう勢いで切れ。こういう時勢いで切らないとズルズルいっちゃうから。少し長くなるんですが、親に揉めされてるの分かんなくて未だになるかならないかなんだけど、いいから切れ。黙って切れ。とりあえずその絵うまいと思ってる人切れ。縁を早く早くしろ。マジで縁切ったらコメントしろ。早く。何やってんの。思い切りが大事なの。悩む。振り切らないと。頼む早く切ってくれマジで。親はどうでもいいよ。反対してるってことは応援してるってことだから頑張ろう。ポジティブにいこうぜ。もっと好き勝手じゃないと。君はなんでそんなにあれなの。影響を受けてんの周りに。お前が影響を与えるんだろう。イラストレーターなんだろう。もっと都合よく考えよう。切ってきました。 OK ナイス最高。お前は多分成功するわ。で、あとは親にも応援されてる君は。だって反対されてないから。で、今切れたからあとはもう目指すだけ。絵描いてイラストレーターになるだけです。もう楽じゃん。もう悩みなくなりましたね。そうそう、人生のストレスはほぼ人間関係だから。もうこうやって切れば全くなくなっちゃうんだよ悩みって。楽でしょ。超シンプル。え、マジでなくなったんじゃないの。ある他に。いいよ。もう今全部解決しちゃうんです。多分大体解決できる。この流れだと。姉ですかね。姉？姉が何してんの。姉も切っちゃう。さすがに。まあ話を聞いてからしよう。何にも悪いことしない可能性もあるから。いきなり切っちゃえばやばい。さすがに。身内だから。姉も完璧主義者なのかわからないですが、絵を見せたら。なんで見せるの。見せるな。見せるな。姉に見せてるために絵描いてるわけじゃないだろ。見せちゃダメ。もう見ないでって言って。何のために絵描いてんの。お姉さんのためなの。お姉さんのために描いてんだったら見せていいよ。見せる相手は違うよ。お前のこと好きなやつに見せたいんだろ。じゃあもう見せるね。もう一切見せるの。今日から見せるの。ずっと見せるの。絶対。見落としてきたら、マジでプライバシーを侵害で訴えてください。冗談だけど、それは。はい、解決。ありがとうございます。本当に夢をかけ。だから夢だけ見てりゃいいんだ。いちいち一言考えなくていい。お姉さんのことも無視でいいし、家族は応援してくれてるし、もうゴミは去ったし、言うことないな。あとはもう絵描いて頑張って目指すだけだ。余計なところまた行くんじゃねえよ、本当に。誰かに絵見せてみようとか。やめろよ、マジで。自分のこと好きになってくれてる人だけに見てもらって、その人たちの意見だけ聞いてればいいと思う。超集中できるだろうな。いや、俺には見せなくていいけど。デジタル担当の僕頑張ります。ありがとうございます。はい。